Years Eats。 ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正夫が毎朝お届けしちゃいます。 Here we go。 皆さんおはようございます。モーニングユージット、今日は2011年3月17日木曜日、第104回目のモーニングユージットです。動画だけを見られている方は、ユージとあなたが主役の Facebook ページを見てみてください。皆さんのコメントでワイワイガヤガヤ盛り上がっておりますので、ぜひお気軽にコメントをお寄せくださいね。ソーシャルメディアコンサルティングやっております。ご興味のある方は、kato@yujito.jp までお問い合わせください。それではですね、今日お届けしたいのが、Put on your sunglasses! サングラス持ってくればよかった。Facial recognition is going social というところで、まあね、サングラスかけてた方がいいですよ。もう、Facial recognition、つまり、顔からその人が誰かっていうことを認識する技術がいよいよソーシャル化されてくるので、というようなことが、今日のお届けしたいテーマです。まあ、Facial recognition が、本格的にですね、ソーシャルの中に取り入れられていくということになってくると、まあ、オフラインの生活、オンラインの生活っていうところで、ある意味ちょっと守備一貫してないとまずいことになりそうかなというようなところですね。それでは早速記事の方を見ていきたいなというふうに思います。こちらがその記事で、まあ、いつ何回かユージットでもお届けしたことのあるソーシャルメディアトゥデイというですね、サイトから今日は記事をご紹介していきます。Put on your sunglasses. Facial recognition is going social. というところでですね。文章ばっかりなんですけれども、Your offline life just facilitated your online privacy invasion. というふうに書いてあるんですけれども、まあ、ここではですね、例えば、グローサリーストア、まあ、日用雑貨店 のところに行って、たまたま、まあ、バーンとこう、ぶつかっちゃった。まあ、その時に、例えば、なんかと、写真を撮られたら、これからは、まあ、ソーシャルの中で、まあ、今、アメリカでは、自分の顔写真だとかの情報が、まあ、自分の名前だとかと一致するような形で、ソーシャルに載ってないっていう人が、なかなか少なくなってる現状でも、ありますので、きちんとその誰なのかみたいなことが分かってくるような、そういう時代がもう間もなく来てるよっていうことが、今日この記事の中でも書いてあることなんですね。まあ、ここに書いてあるように、この、tineye.com とかですね、こういうサイトを見てみると、いかに今ですね、このフェイシャルリコグニション、この顔の情報からこれが加藤正夫であるっていう情報がすぐわかるっていう技術がいかに進んできてるかっていうことがすぐわかるということなんですね。まあ、そういった形のところになってくると、これは皆さん本当に意見も分かれるところなんじゃないかと思いますが、このような形でフェイシャルレコグニションも技術が進化して、そこがまたソーシャル化されてきてっていう形の世の中になってきたときに、皆さん何が起こってくるかなというふうに思われますか？まあ、この記事の中では、まあ、オフラインの生活、それからオンラインの生活っていうところが、まあ、いよいよもっと境目なくなってくるんじゃないかっていうところで、まあ、privacy is sensible, be sensible、まあつまり、プライバシーはね、とても、センシブルな、まあ、なんていうんですかね、敏感な話題だ。そして、敏感であってください。っていうような言葉で、アンソニーさんが言葉を締めくくってるんですけれども、皆さん、このトピックについては、どのような感想をお持ちでしょうか。そんな技術困るよっていうふうなご意見もあられるかもしれませんし、いやいや、これはまた違う局面を作っていくんじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ、ユージットあなたが主役の Facebook ページであなたのご意見をお寄せいただければ幸いです。それでは、明日からのモーニングユージットもお楽しみに。Stay tuned! Bye!